オシ城は、武蔵国埼玉郡を死に存在した、日本の城である、埼玉県指定旧石。室町時代中期の文明年間に、成田市によって築城されたと伝えられており、北乙根川、南を荒川に挟まれた、扇状地に点在する広大な沼地と、自然堤防を生かした構造となっている。数度の城攻めを受けて、一度も落城しなかった。 妖怪堅固な城として知られる。戦国時代には関東七名城の一つ、五百九十年に豊臣秀吉の小田原征伐に伴い発生した工場戦の際、豊臣方の水攻めに耐え抜いた逸話から浮城、または木城と称された。江戸時代に入ると、お師藩の藩町あるいは徳川氏の譜代、大名や審判の居城となり、安倍氏の時代には五三回屋倉が、 新たに建設されるなどの城郭改修や城下町の整備が行われた。明治維新後、1871年の廃藩地県と同時に廃城となり、1873年に土塁の一部を残して取り壊されたが、城石は県指定記念物の旧石に指定されている。また、本丸跡には古参海矢倉が再建され、水堀や沼地の一部は、 水木公園として整備されている。2017年4月28日に文化庁が認定する日本遺産ストーリー和装文化の足元を支え続ける旅蔵の町行田の構成資産の一つに加えられた。1478年頃、地元の豪族であった成田政党県大夫市がこの地を支配していた大木谷上杉家に属する忍ぶ一族を滅ぼし、 築城したと言われている。翌年、これに反発する、大木谷上杉家に、お市場を攻められるものの、同家の火災、大田道館の仲介によって和解して、以後、成田氏が領有した。川越野戦後、北条氏が関東に勢力を伸ばすが、成田氏はこれに反発した。1559年、上杉謙信が関東に遠征してくると、成田氏はこれに強順した。 1561年の上杉謙信による小田原城攻めには当時の城主の成田町隊も参加している。しかし、鶴岡八幡宮での関東官僚就任式後に離反。1574年には上杉謙信にお市場が包囲され城下に火を放たれたが持ちこたえている。1590年、豊臣秀吉の関東平定の際、城主、成田市長は 小田原城にて牢城。お市城戦記などによれば、市長の叔父、成田大輝を城代とし、約500人の侍や足軽のほか、増兵、農民、町人など3000人が、お市城に立てこもった。豊臣方のお城攻めの総大将は、石田三成で、大谷義継、長塚正江、真田正幸等も加わった。三成は、 本人を、お城を一望する丸墓山古墳に置き、近くを流れる利根川を利用した水攻めを行うことを決定し、総延長 28km に及ぶ石田堤を建設した。しかし、お城は落城せず、結局は小田原城が先に落城したことによる会場となった。このことが、忍の浮城という別名の由来となった。徳川家康の関東入部後は、 家康の四男の松平忠義が、お市城に配置され、以後、お市藩十万国の成長となった。1639年に、老中、安倍忠明が入ると、城の拡張整備が行われ、王子の縄張りは1702年頃に完成したと考えられている。1823年に安倍氏が白川に移り、桑名から松平忠史行が入った。お城の城下町は、 中仙道の裏街道宿場町としての機能や、付近を流れる利根川の水運を利用した、物流路としての機能を兼ね備えて繁栄する。また、江戸時代後期からは、旅の産地として、名を馳せるようになる。行田市郷土博物館の主老廃藩地検に伴い、おし県の県庁が二の丸に置かれたが、その後廃城となって、木内の構造物は、ほとんどが撤去され、城石は、 公園として整備された。推し公園が拡張され、1949年10月には、本丸後に、行田市本丸球場が作られたが後に移転し、1988年2月17日には、その後に、行田市郷土博物館が開館。53階矢倉は、博物館の一部として、推し城長官図や文献などをもとに、鉄筋コンクリート構造によって、外観復興されている。 ただし位置や規模は史実とは異なり、内部は展望室や行田の歴史を写真や資料で紹介する展示室として利用されている。また、周囲には土類の一部が残存している。2017年、俗日本百名城に選定された、水木公園湿地帯を利用した平城であった。 もともと沼地だったところに島が点在する地形だったが、沼を埋め立てず、独立した島を狂として、橋を渡す形で城を築いた。当初は櫓を立てずに、本丸は空き地とし、二の丸に屋敷を作って、そこを住まいとしていた。そのため、攻めにくく、守りやすい城であったとされる。当時の沼の名残は、水木公園に見て取れる。現存する建造物としては、 茶壇門が、加ゾ市の双眼寺に、どこの門か定かではないが、高麗門形式の城門が、郷土博物館の駐車場脇に、それぞれ移築され現存している。また、反抗心を治む館の門が、郷土博物館の南側に移築現存する。なお、王子の城を伝えるものとして、本丸土塁が残っている。毎年11月の第2日曜日に、行田商工祭、 お市場時代祭りが行われる。主会場は行田市役所と行田市産業文化会館である。市役所前の通りからお市場にかけて武者行列、お市場の堀にて、ひなわじゅうえんぶなどが行われる。また2008年からは近年の B 級グルメの発展により B 級グルメ大会が行われるようになった。行田のフライやゼリーフライの他に、 全国各地のご当地グルメが出店する。ありがとうございます。